はい、開始しました。はい、皆さんこんばんは。今、昼間なんだけど、これ見えてますか？今日はね、あのスキーのゴンドラをね、3回乗り継いで上まで行ったんだけど、上はね、あの空気が薄すぎて結構大変。やっぱりスキーに来てる人も多いから、とにかく行きの時はめちゃくちゃ混んでるんだけど、帰り誰も乗ってない、俺たちだけしか乗ってない、貸し切りゴンドラになる。でね、大きいゴンドラがね、今から上がっていくのが見えると思うんだけど、で、まあそれがすごいいいから、見えるかな。でね、ゴンドラスキー客が多くて、で今日ね、なんか隣に日本人の方がいて、一人でスキー来てたらしいんですよ。昨日の、マッターホルンの、あそこはなんだっけ、なんていうところだっけ。で、あそこのところから昨日、グラート昨日マッターホルンを見たんだけど、実は全然これのがマッターホルンにさらに近くて、もう真後ろがマッターホルンでしょ。でさっき上まで、あの向こうに見える頂上を見てください。で頂上を見ると、結局、まあ、空気が薄くてマッターホルンと同じくらいの高さぐらいまで上がって、まあ、かなり空気が薄い。それで、まあ、みんなあそこスキーね、見てると分かると思うけど、あそこ 見たかな、あそこスキーでみんな降りてくる。結果的にソフトでやるとそれが解消されるから、何らかの理由があるんでしょうね。でライカに電話したら、まあちょっとわからないと調べておきますってことだったんですけど、まあ、そういうふうにね、同じ絞り込むと蹴られるんだけど、ライトルームで現像すると大丈夫。でも JPEG だと実際周りが蹴られたみたいになっちゃうから、まあアンダメだとわかんないんだけど、まあ、こういう風景なんか撮ると、特に空の部分なんかも全然横が蹴られちゃったんですよ。でもね、で昨日買った登山電車の、料金がすごい高いなと思ったら、3日間有効 でタクシーの、あ、タクシーじゃない、スキー客の人はそれで何回も上がれるんですって。それでなんか3日間ぐらいね、考えるととても安いと。結局12年上り下りできてね、一番上から、今日来た人の話を聞いてたら、一番上からね、下まで滑り降りるのに30分ぐらい降りるんだって。それでまた上がってっていうのを繰り返すらしいんだけど、とにかくだから、こんなスキー場はないよねって。でその方も北海道にね行ってたんだけど、北海道と今ここを比べるともう全然もう違うので、まあちょっと北海道ではできないみたいな話をしてたけど、まあここでね、見てると大回転とかね、スキーの大回転なんかの人が上手いの理由がわかるよね。だってもうちっちゃい子からもう高速グリーンで、高速グリーンじゃないね、高速なんて言うんだっけ、ゲレンデか、高
あのスピードがすごい。見てるとね、優雅だね。こういうスキーをね、まあ、自分は1回しかやったことないんだけど、これだったらと思うけど、まあ、日本のスキー場を考えるとね、こんな感じじゃないからね。ただ滑るのが楽しかったんだけど、ここはね、この雄大な景色をね、もう全部見ながらね、独り占めできるのはやっぱりね、その日本人の方が一人で来てたっていうのね、やっぱりよくわかる。こういう場所でね、来てたらやっぱそうなっちゃうよね。写真をね、撮ってる人はね、いません。ほとんど見なかった写真。みんなスキーやってるし。だからね、今回こう YouTube でね、皆さんご覧になっていただいてると思うんだけど、まあ、撮影に来るっていう感じよりも、どっちかというと自分的には観光に来ちゃってるみたいな感じ。どこ見ても綺麗だし、どこ見ても同じだから、まあ、そんなにね、長くいて変化があるっていう感じではないかもしれない。ね、見てる方にとってみればね、何言ってんのと思うけど、でも、まあ、変化があるのはね、やっぱり、まあ、パリとかニューヨークなんかだよね。90% と言っていいぐらい、まあ、スキーヤーだね。スキーヤーの人が持って、昨日おととい着いたらしい、その方もね。で、まあ、自分たちもおととい着いたんだけど、その時はもうすごい雨が降ってたんだけど、でもその方はね、昨日行った頂上のホテルに泊まってるらしくて、もう全然綺麗 で、今日は反対側のここに来て、ここを滑ると。だから贅沢だよね。だから反対側に行って滑れるし、距離からしたらね、昨日行ったところからしたら、この距離は1キロ半ぐらいは、もっと離れてるかな。もっと離れてるかもしれない。2キロぐらいね、離れてるかもしれないね。そのくらいマッターホルン側に近づいたって感じですね。まあね、こういう景色をね、眺められるってもね、なかなかいいですよね。でももう寒いのがね、寒くて体が変だって言いながら、実はコーラ飲んだりとかしてるんですよね。なぜかね、炭酸が飲みたくなる。なんか昨日のね、疲れね、昨日ね、あれからね、もう面白い話っていうかね、昨日あそこで雪のとこでライブ配信しましたよね。で、ライブ配信した時に、聞こえてますかね、これ大丈夫かな。ライブ配信した時にね、一旦降りたでしょ。一旦ドローンを持ってたから一回降りたんだけど、そっからさらにもう少し先行ってみようってことになって行ったんだけど、そしたらね、何もないからこれ行っても仕方ないよねって考えてみたら、昨日のと今日のとつなげてみると分かるんだけど、これ何にも間あるわけないっていうのが分かる。もう結局風景が変わるだけ。まあ冬だから、そのもしね、今頃の季節でスイスに来る人がいたら、これゴンドラでね、近くのチケットを買って、買うとちょっと高いんだけど、7万円ぐらいする。あ、じゃないか、そんなにしない。3万ぐらい。そんなにしないと思うけど、よくわかんない。あ、2人分の料金だから、1人1万円ぐらい。1万円、まあ1万円ぐらいかな。でも3日間ね、それでもう乗り放題だから、まあリフトでね、でもう本当にスキーで乗るリフトになってるから、ゴンドラの横にね、外側にスキーの板がこう付けられるようになってるから、まあよくあれで落ちないと思うぐらいだけど、まあね、まあ見てほら、ゴンドラがように来て、下へ下がってくると、さっき一番上の左の今見えてますよね、あそこのところから降りてきたんだけど、帰りは誰も乗ってなくて、もう本当真下を見てると本当大
まあ、かなりの、まあ、あれですね。まあまさかね、ここへ来てライブ配信すると思ってなかったけど、とにかく寒い。俺みたいなほら高い花がね、すごい寒いって言ったら凍えてしまうみたいな、こんな感じかな。なんか一人で勝手に喋ってるとなかなか難しいけど、それでね、まあ、昨日の話なんだけど、それでね、上がろうとして途中になっちゃいましたね。上がろうとしてね、それで、そしたらね、うちの家内はね、ヒロミン、まあヒロミンって言うんだけど、ヒロミンがね、上がるのは体重が軽いせいか普通に歩いてんだけど、俺がその後をついていくとね、腰ぐらいまで入っちゃうの、ズボって。で、やっぱりこのね、ふかふかの雪っていうのはね、本当に危険なんだなって改めて思った。で、やっぱりね、そのくらい、なんていうのかな、雪山ってのはすごいんだけど、このスイスってね、山の上来るともう下界は雲海が見えるっていう感じで、とにかくもう上は本当に快晴でね、寒いけどね、じっとしてると本当寒い。でもね、よくこんなとこへこんなもの作ったなと思うんだけど、まあ富士山のね、登山の人なんてこういうものだったんでしょうね。寒くなったんで、この辺ですかね。また、改めてやりますからね。もうちょっと下行ったらできるかもしれないから、下に今日おります。またお会いしましょう。またね。